ずっと探していた人を見つけたからこそ、僕はあの言葉を手紙で送ることにしたんだ。あなたの悩みは確かに聞き届けた。きっとあなたは励ましの言葉なんかではなく、より良い知らせを聞きたいはずだ。僕の記憶では、ちょうどあなたがこの手紙を受け取る頃、ハスプランという名の富豪がグリックタウンに越してくるはずだ。もし悩みがあるなら、遠慮なく彼に相談してみるといい。全力であなたを助けてくれると保証するよ。
お嬢様、伯爵様がお呼びです。お客様がお見えになられましたので、応接間までお越しください。お客様に挨拶を。こちらのお方はハスプラン卿、つい最近引っ越してこられたそうだ。お前も知っているだろうが、多くの産業に携わり計り知れない資産を持っているという、あのハスプラン家唯一の後継者だ。こんにちは、お嬢様。おそらく自己紹介の必要はないでしょう。お前もハスプラン教とは信仰を深めておきたいはずだ。そうだろう？年も近いからきっと話せることも多いだろう。それと、満足のいく住居が見つかるまで彼はしばらくうちに住まわれるそうだ。よかったな。光栄です。僕がこれまで訪れてきた工業団地は、どこも工場が町の心臓部になっていて、人々はそこを中心に生活していたんだ。だけどグリックタウンは違う。工場はあくまでも町の一部でしかないんだね。さっき通ったあの川のことかい？
処理しなきゃいけない用事があってね。お嬢様は僕がどんな風にあなたを助けるのか、それが気になっているのかな。そんなことは思ってませんよ。ただ僕が今の質問に答えられるとすれば、あなた次第というしかないかな。お嬢様、お見合いのことかい？うん、そうだね。つまり、あなたは外に出たいのかい？結婚さえしなければ、グリックタウンから出られるのかい？あなたはそう考えていたのか。最初にも話したように、僕がどんな風にあなたを助けるかはあなた次第だよ。
あなたならきっと僕の言葉を理解してくれる。だって再会の日、列車は迷宮を抜け終点へとたどり着く。だから、麗しいお嬢様、あの終点を目指しなさい。外の世界に行くために、どれほどのことをやれるのか、その決心を僕に証明して。焦る必要はないから、ゆっくり考えてごらん。とりあえず、今は他のところを散策してみようか。ハスプラン教、グリックタウンはご堪能いただけましたか？ええ、お嬢様がじっくりと案内してくださったので。そうですか。では先ほどお話しした件は。今はその件を話すべきではないかと。ああそれもそうですね。すでにハスプラン教のお部屋も準備が整っておりますので、どうぞそちらでお休みになり、後日またお話ししましょう。待て、話がある。ハスプラン教のことどう思う？ああ、その通り。このグリックタウンをひっくり返しても、彼以上にお前にふさわしい人間はいないだろう。彼にはお前の嫌う軽薄さもないし、財力に至っては申し分ない。よって私は今すぐにでも二人に婚約してもらうことを決めた。時間は問題ではない。彼のことならこの先でいくらでも知っていけるだろう。彼は今若くて美しく、そして高貴な執事の妻を欲しがっている。つまり向こうにとってもお前は好条件なはずだ。心配するな。彼とも軽く話し合ってみたが、特に反対はされなかった。だからこの話はできるだけ早く進めておくつもりだ。
二度とそんな口を聞くな。私とてすでに告げたはずだ。おとなしく結婚する以外お前に選択肢はないと。もう一度よく考えるんだ。これ以上失望させないでくれよ。警告しておくが、ハスプラン卿にバカなことを言うんじゃないぞ。知っていると思うが、候補ならこの町にワンサカいるからな。
僕だ。さっきの質問だけど、それは僕の方からも聞きたいね。出ていくつもりなのかな？僕はそう思わないけどね。領地の守衛がどこへ行ったのか、あなたは気にならなかったかい？それはもちろん、僕たちが自由に話せる環境を作るためだよ。難しい話じゃないよ。伯爵を止めることができなかった場合、あなたの選択肢は一つだ。その決行日が今夜だと分かったのは、あなたがそれを一切隠そうとしなかったから。駅に行ったことも、チケットを買ったことも、すべてがあからさますぎて。本当、この先一人で生きていけるのか心配になるよ。この現状が成立しているのも、あなたに逃げる度胸がないと伯爵に思われていただけのこと。結果だけ見れば、その通りだね。とはいえ、あなたのその決断と行動は、僕にとって喜ばしい驚きだったよ。あなたを止めるつもりはないよ。ただ、逃げればそれで解決すると本気でそう思っているのかい？質問に答えた上で、それでもまだ行きたいというのであれば、好きにするといいよ。
では、伯爵はどうしてあなたの結婚を急ぐようになったと思う？どうやら何か心当たりがありそうだね。もう一つ話しておこうか。怖がらないで、お嬢様。人間は次の2種類に分けることができる。堅牢かつ強大で危険や策略に満ちた一丁の銃のような人間と、驚いて飛んでいったあの鳥たちのように常に弾丸への恐怖を抱きながら生き続ける、それがもう一種類の人間だ。運よく一度目を逃れられたとしても、その次は同じようにまた運が助けてくれることを願うつもりかい？鳥たちは銃口を向けられている事実を変えられない。あなたはすでに気づいている。違うかい？この状況であなたは自分を切り離して考えることはできない。銃と鳥、この比喩においてあなたはどちら側に立っていると思う？失礼するよ。前を見て。
あの鳥は知らないんだ。自分が狙われていることに。それでも、あなたは逃げるだけでいいのかい？逃げても無駄だとしたら、あなたはどうする？この引き金を引くかい？それがあなたの答えかい？まあ、少しずつ行こうか。それで、次はどうするつもりだい？列車は迷宮を抜け、終点へとたどり着く。おめでとうございます、お嬢様。あなたはこの瞬間、列車への乗車に成功しました。終点であなたと再会できることを楽しみにしていますね。わかったよ。あなたのテルース万有機に対する理解度は僕の想像をはるかに超えている。こんなにも僕の心に寄り添える人がいたことに
僕はこれ以上ないほど驚いているよ。前回の手紙であなたはテルース万有記の結末に何かが欠けていると書いてくれたけど、その直感は正しいよ。最終稿を提出する直前、僕は個人的な理由でとある一文を消すことになったんだ。再会の日、列車は迷宮を抜け終点へとたどり着く。次なる目的地があるとすれば、それはあなた次第だ。この一文は他でもないあなたに捧げることにするよ。願わくばこの一文があなたのテルース万有記を完璧なものにしてくれますように。それでハスプラン卿、例の件ですが。例の件？僕とお嬢様の縁談についてですか？それともあなたへの資金援助の件ですか？もちろん両方です。こちらは同時に進めても特に支障はないかと。むしろ貴公は結婚相手を望んでいて、私は資金の援助を求めている。これなら取引と言っても過言ではないでしょう。つまりあなたにとってこの縁談はただの取引だと？ストレートな対話をご所望なら、私の答えはこうです。おっしゃる通り。とはいえ彼女にとってもこれは悪い話ではありません。貴公との結婚となればこの先の人生も安泰でしょう。
アルコールが我々の距離を縮めてくれると思ったのですがね。必要ありません。その類は特に興味もないので。ハスプラン卿、先に言明しておきますが、私に貴公を見下すつもりはありませんが、貴公の身分であれば当家のような家系と婚姻関係を結べることは十分に大きな栄誉になるかと。どうやら僕はこのようなチャンスを提示してくださったあなたに感謝を述べる必要があるようですね。感謝の言葉もいいですが、より現実的な行動の方が望ましいですな。いつになれば資金を渡してくれるのですか？何をそんなに急いでいるのです。ああ、なるほど。どうやらあの方々に相当追い詰められているようですね。あのゲスどもはただの野良犬だ。あんなはした金のためにいつまでもつきまとってきやがって。ただ野良犬といえど、たまには骨くらいは与えてやらんとな。はしたがね。ここ数年あなたは当企業でかなりの損失を出していたはずです。おそらく彼女の父親が残してくれた遺産もすでにほとんどなくなっているでしょうね。どこでそれを？貴公が抱えている産業の中に当企業はないはずですよね。簡単な調査をしたまでです。難しい話ではありませんよ。ハスプラン卿がそのことをご存知なら、私もはぐらかすのはやめにしましょう。メイの縁談は今後可能な限り早く終わらせるつもりです。これは？ただの保険ですよ、ハスプラン卿。貴公も商売人なら理解できるでしょう。15年もの間育ててきたのに、たった一度きりの資金援助で済むとは思ってませんよね。何も無謀な金額を要求しているわけではありません。私が今後も登記を続けられるよう適度に送金していただければ十分です。もし僕がこの契約書にサインをしなかったら。
それならそれで仕方ない。名のためにも別の候補を見繕うとします。ハスプラン卿、貴公は確かに人並み外れて裕福な人だ。故にこちらとしても取引ができないのは非常に残念です。しかしベカロンにいる資産家は貴公だけではない。それに案外あの子をめとりたいと言っている人間は多いんですよ。本人の意思はどうなるんです？15年以上も一緒に生活してきたんです。あなたにも彼女との捨てがたい思い出くらいあるでしょう。捨てがたい思い出？そんなものありませんよ。むしろ恩情に報いて少しでも私のために働いてほしいくらいです。もし彼女が抵抗したら？抵抗？どう抵抗すると言うんです？逃げ出す可能性もあるでしょう。逃げる？確かにあの子ならやりかねませんね。まあ心配しないでください。仮に逃げ出したとしても、捕らえた後に数日閉じ込めておけば問題ないでしょう。ことが確定した以上、私はこの件をできるだけ早く公表したいと思っています。よって今から3日後に婚約パーティーを開こうと考えているのですが、いかがですか？もちろん仰せのままに。最後にしつこいようですが確認させてください。貴公は間違いなく本物のハスプラン卿ですか？ええ、信じましょう。全てを知った今、それでもなお避けていればいいと思えるかい？結婚さえしなければグリックタウンから出られるのかい？最初にも話したように、僕がどんな風にあなたを助けるかはあなた次第だよ。あなたを止めるつもりはないよ。ただ逃げればそれで解決すると本気でそう思っているのかい？銃と鳥、
この比喩においてあなたはどちら側に立っていると思う？それでもあなたは逃げるだけでいいのかい？再会の日、列車は迷宮を抜け終点へとたどり着く。次なる目的地があるとすれば、それはあなた次第だ。この一文は他でもないあなたに捧げることにするよ。その答えならもう出ているんじゃないかい？銃と鳥、今のあなたはどちらの役割を担っているのかな？やっと分かってくれたみたいだね。しかも幸いなことにまだ遅くはない。そうだよ、僕が森月玲だ。あなたの判断に影響を与えたくなかったからだよ。他人に教えられた真実よりも自分で見出した真実の方がずっと価値があるからね。実を言うと、あなたから手紙を受け取ってすぐ僕はこの町に向かったんだ。ハスプランという身分を使って伯爵に近づいたのは、その方が彼に取り入りやすかったからで。
あとは他の人と婚約してほしくないという僕のわがままを通すためだよ。あなたを婚約という窮地から救い出すだけならそこまで難しくはない。伯爵の目的は詰まるところお金だ。僕が適切な方法で彼に資金を提供すればあなたの結婚にこだわることもなくなるだろう。けど結局はその場しのぎにしかならない。あなたが彼の支配下にある限り本当の意味で自由にはなれないんだ。それにおとなしくどこかの家に嫁いだとしても彼はあなたを手放すつもりはない。あの契約書が何よりの証拠だ。とにかくあなたにはストークから離れてもらいたい。そのためにもまずあなたには殺傷力のある銃になってもらう必要がある。あの夜あなたは十分に僕を驚かせてくれたけど今回はそれだけでは足りないんだ。だからこそ僕は真実を見せた。あなたをいち早く成長させるためにね。僕たちの友情に誓って嘘はついてないよ。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。僕があなたに捧げた一文をまだ覚えているかい？その一文を僕がテルース万有機から消した理由、それを理解したとき、あなたは全てを知ることになる。今日はもう遅いから部屋まで送るよ。婚約パーティー用の装飾だよ。単純な話だよ。これで伯爵の化けの皮を剥ぐんだ。伯爵はこのパーティーに間違いなく町の著名人を招待する。だから事前に風船の中にこの紙を仕込んでおいて、やってきたゲストたちにサプライズとして開示するんだ。そうすれば伯爵の名誉は地に落ち、二度とグリックタウンでは生きていけなくなる。そしてあなたは迫害を受けていた被害者の一人として世間からの同情を得る。そうだね。
だから念には念を入れて、リストには載っていない特別なゲストも招待しておいた。それは見てからのお楽しみということで。舞台の幕は開演直前に開くものだからね。最後に一つ、この計画は僕が考えたものだけど、実行するかどうかの決定はあなたに委ねるよ。あなたと伯爵は血のつながった親族であり、実際に15年もの時を同じ家で過ごしてきている。もしあなたが望むなら、伯爵に最低限の尊厳を残すということも可能だよ。僕が貸主になって弱みを握れば、彼はあなたを好きにはできないからね。選んで、あなたはどうしたい？それが本来の目的だからね。皆様、本日のパーティーはこちら。遠路はるばるお越しくださった貴賓、ハスプラン卿を歓迎する会でございます。本物のハスプラン教だ。心配しないで、僕たちなら大丈夫。あそこにいる下劣な偽物は、私の名を誘惑しただけでなく、大きな借金を作り、挙句の果てには私に濡れ衣まで着せようとしたのです。
確かに私はハスプラン教の名を語りました。ですが大きな借金を作ったのはあなたの方ですよね。皆様聞きましたか、この知れ者め、なおも詭弁を浪するか。衛兵、奴を拘束しろ。怖がらなくていい。今こそ幕開けの時だ。うん、そして本物の貸主たちだ。な、衛兵、何をしている、あいつらを止めろ。余興？それは。あなたがどんな選択をしようと、僕はずっとあなたのそばにいるよ。ストーク伯爵は陶器と偽り、工業エリアで働く13人もの人間から巨額の金銭を騙し取った。借金だけでは飽き足らず、失った財を補填すべく姪の婚姻を利用。行こうか、ここはもう大丈夫。
もしかすると僕に事情を知られたことが原因かもね。伯爵は陶器で財を失ったけど、そのことをずっと隠蔽してきたんだ。それも業界のベテランでないと尻尾をつかめないほどにね。ハスプラン家の事業は主に伝統的な産業ばかりだったから、それで疑われたのかもしれない。あなたに嫌な思いをしてほしくないから、この話題はここまでにしようか。もう終わったから、怖がらなくていいよ。あなたはよくやったよ。それも僕の想像をはるかに超えてね。いや、あなたの勇気の源は僕じゃなく、未知なる知恵の渇望だと思うよ。そうだね。終点に向かうにはより大胆なことをしてもらう必要があるかな。お嬢さん、僕と一緒に来てくれるかい？最後に過去に別れを告げるとしよう。伯爵の悪行をグリックタウン全土に知らせるんだ。僕と一緒に行こう。怖ければ目を閉じてもいいから。それじゃあ一緒に飛びよ。大丈夫、大したものではないから。それよりご覧、どうしたんだい？
気に入ったかい？このような景色を見るため？なら僕があの言葉を本の最後に書かなかった理由ももうわかるよね。本にも書いた通り、ベカロンでの旅は僕にたくさんの美しい景色と風習を見せてくれた。南北縦断の旅は本当に楽しいことが詰まっていたよ。でも終点に着いた時、僕の心には今までにない穴が開いていてね。それで気づいたんだ。僕の心は景色だけでは満たされないのだと。けど、そんな時に届いたあなたからの手紙が僕の考えを変えてくれた。これからの旅で僕に何が必要なのか、それが理解できたのはあなたと知り合えたからだよ。一人では寂しかった旅も、二人ならきっと素晴らしいものになる。ずっと探していた人を見つけたからこそ、僕はあの言葉を手紙で送ることにしたんだ。ここへ迎えに来た時に、一緒に来てくれるようにね。僕からのお誘い、受けてくれるかい？もちろん、どんな場所だろうと、僕はずっとあなたのそばにいるよ。おかえり。やっぱりいい景色だね。うん。あなたのおかげで、今回は特に綺麗だ。僕も冷房の方が好きだよ。伝統のためじゃなく、馬術にはそっちの方が似合うからね。どうしたの？じっと見てるけど。今日の僕の格好が変だったのかな？これは友人が新大陸から持ち帰った原石でね。自分で設計して、職人に加工してもらったんだ。
実は原石は2つあって、残った方はずっと使い道に悩んでいてね。目の前にいる麗しのお嬢様、どうかブローチを送るチャンスを僕にくれないかい？うん、今回の旅でも多くの知見を得たから、また本にしようと思って。もちろん、もしよければ僕が読んであげようか？グリックタウンが全ての始まりだった。黒煙の中、僕は彼女と出会う。その通り、これは僕たちの話だ。ただ今は一部しかない。この話は僕たちの旅が終わるその日まで完結することはない。僕はむしろ終わらないことを祈ってるよ。僕らの旅を、二人の思い出を記録し続けていたいからね。夜の短い離別が毎朝の再会を喜びで満たし、次なる物語を紡ぐ。うん、大事なのはあなたとの時間だ。いや、何か案はある？いや、いっそのこと彼女との時間というのはどうかな。彼女のために書いたものだと世間に知らしめるために。